どうもこんにちは、K です。今日サブ一発目のテーマは、秋冬セールで買って損しないもの。あ難しいなぁ。これは店舗オンラインどっちのこと言ってるんだろうまあ、店舗だったらさ、正直失敗や損って、そんなにないと思うのね。だって実物見て、試着もして、いろいろ考えて、ま、買えるわけじゃないですか。 そう、だから、そんなに失敗ってないんじゃないのかなっていうのは思うんだけど、まあ、唯一、ね、少し、まあ、都内とか特に、あの、この前もさ、15度とか17度ぐらい昼あって、もうコート着てるとちょっと暑いな、みたいな。まあ、夜はまだ寒いけど、日もあったりとか、まあ、これから少しずつ、ね、気持ち、まあ、今冬本番だけど、少しずつ気温が上がってきたりとかもする、最近ほら、暖冬じゃないですか。そう、だから今このメイン級のね、超メイン級の、 真冬のアウターみたいなのを買っちゃうと、着る、その、タイミングが少なすぎて、例えば普通に月金仕事してって、土日のどっちかしか出かけないとかってなると、まあマックスでもさ、月に来て4回とかになってくるでしょで、ちょっと暖かい日あったり、まあもしかっと天候いまいちだったり、じゃあちょっとアクティブなというかちょっとカジュアルなお出かけがあったりとかあると、まあ本当と月に1回2回着るか着ないかとかになってくるじゃん。そこにお金をかけちゃうと、 ちょっとまあ、損というか、うん、まあ、買い物にあんま損ってそんなないと思うんだけど、まあ、出番なくて、結構セールでもいい金額したのに、うわーみたいになっちゃうことあるかもしれないから、まあ、唯一そこはあるけど、まあ、それ以外は店舗は別にいいんじゃないですか実物見て自分が欲しい納得して買うんだったら、それは全然いいと思う。ただこれが、まあ、オンラインってなってくるとね、ちょっと話は別。で、やっぱオンラインは結構リスクがね、サイズ感とかが問題あるので、例えば、 まあそうだな、まあテイラード、まあジャケットとか、まあ細いパンツとかさ、まああとシューズもね、まあシューズってまあレザーシューズとか、まあこうブーツとかさ、まあああいうようなこうサイズ感がシビアなものとかは、まあこう安いからといって、まあ欲しくなっちゃってバーッと買うと、実は届いた時に、うわ、サイズきついとか、うわ、思ったよりでかいなとか、まあテイラード、物はいいけどなんか俺あんま合ってないなとか、割となりがちだと思うので、まあだからある程度まあ、 今ね、もう春夏も来てるから、もうそろそろね、もうメイン級の春夏っていうのも着出すから、まあ今なんか買い物欲を満たしたいみたいなので、軽い買い物とかをセールでするんだったら、例えば、まあ今から春先とかぐらいまでバーッと着れるフーディーとかさ、まあ、ざっくりした、まあちょっと緩めのニットとか、まあ、パンツだとしてもちょっとこう、 なんていうのかな太くて割とイージーな感じだったりとか、まあシューズも割とこうスニーカーにしたりとか、まあもちろんね、あのどこかのお店とかで見たりとかしてて、それがたまたまセールかかっててとか、まああの日本だと黒しかないけど、海外通んだと青があってそっちが欲しいとかさ、まあそういうのは全然いいと思うけど、まあ、なるべくあの秋冬のセールオンラインで買うときは、すごいサイズ感みたいなのは、着慣れてるブランドか、 まあもしくは試着したものか。まあもしくは、ちょっとその辺が緩いね。サイズ感の緩いものにするかとかだと、まあ失敗というか損みたいなところは避けれるんかなっていうのは、まあ思いますね。まあそんな感じかな。はい。次。次が付き合ってない女性とデート行くとき何割ぐらいの服で行くうん。これさ、僕、さ、もう数年付き合ってるさ、彼女いるの知ってるよね。あの、サブ、こうやって質問くれる人多分知ってると思うのよ。まあ最近動画には仕事のね、都合上でちょっと出せないんだけど、 あの、いるじゃないですか。だから僕、数年、その、なてうの付き合ってない人とデート行ってないから、ちょっとな、なん、て答えればいいかよくわかんないんだけど、そうだな。まあ、6割ぐらいじゃないうん、まあ、もちろん、その、相手によるし、それがファッションをね、きっかけに、関係性が、こう、きっかけが生まれて、なんかこう、ね、いい感じでご飯行くとかだったら、ある程度出してっても、お互いこうね、 あの、共感できるものはあると思うけど、それがなんか、ちゃんとした、こう、なんていうのこう、しっかりしたオフィスで働いてる OL さんですとか、なんかお堅い仕事してますとかさ、まあファッション全然興味ないですみたいな人とかだったら、まあやっぱ抑えていくんじゃないまあ相手も抑えてくるだろうしね。相手にもしかして強烈な個性があったとしても、多分そこはある程度抑えてくるじゃないですか。多分ね。うん。だからまあ自分も抑えてそこを合わせてるっていうのは、まあやるかな。まあもちろんそれは行く場所とか、そういうのにもよるけど、 感じかなだからコートとかもなんかその遊びがあってとかっていうか割とベーシックなコート。まあ丈が長いの好きでそれしか持ってないからどうしてもロングコートにはなっちゃうんだけど、まあそれ着ていって、例えば黒のベーシックなニットに、まあ黒のスラックスで全身黒でまとめたりとか、まあちょっと品良くなんか大人な感じだったら例えばグレーのスラックスとか合わせて、まあ上にテイラートとか着て、まあちょっとなんかその大人な感じ出していくとか、まあそういう感じじゃない うん、まあカジュアルなデートとかあったら別になんかフーディーにデニムでとかでも全然いいと思うけど、まあなんかそんななんか全開でっていうのはあんまないんじゃないかな。まあ、だからそれが唯一だから服の感じが理解できるというか、まあ最初からそこがきっかけでみたいな人とかだったら、 いいとも、相手が例えばセレクトで働いてるとかさ、まあ相手も結構個性的なファッションしてるみたいな、まあ例えばそれで SNS でこう、なんか話盛り上がってデート行くとかだったら、お互い別にプラダ QO がラクシモンズでダーンみたいのでも、全然いいわけじゃん。別にね、立候遠征で行こうが何でもいいと思うけど、っていう感じの億割とかぐらいじゃない。まあでも、これは別にその恋愛関係なく、僕は、まあ相手のその、なんていうの、ジェンダーというか、そのも関係なく、もうその仕事の付き合いとか、 あの、例えばじゃあ、こんな会に呼ばれて、今日こういう人たちいるんだけど来る、みたいに言われた時とかは、まあ大体6ぐらいとか、6、7割ぐらいかな。そんななんか、めちゃくちゃみんながわかるようないいものとか、こうなん気合を入れて、例えばすごいインパクトあるシューズ履いてってとか、そういうのは、僕はあんまやんない。まあ昔はね、学生時代とかガンガンやってたけど、今はそういうのやんないかな。うん、なんかその場の空気に合わせて、それがなんか、 ねえ、みんなでなんかどっかの、例えば飲み屋さんとかでこうワイワイ集まってるみたいな時に、自分だけすっごい綺麗なコートに、上質なパンツ履いてとかやってったら、なんかちょっとそれ違うじゃん。そうだから、僕はだから大体6割ぐらいとかで生きてるんかなっていうのは、まあ思いますね。はい。次、次が FW 派、a ブ派。うん、まあこれさ、まあ本来はその地域によって、えっ、ー、と、まあ例えばミラノとかだと FW だったりするしっていう、まあいろいろあるんだけど、その、 えっと、アメリカ英語とイギリス英語とかで確かちょっと違うのかなこれってね。そう。だからあるんだけど、まあ、AW の方が分かりやすくない僕は動画でやっぱやるから、うん。まあもちろんブランドによっては、そういう話するときに、ああ、FW ですね、みたいなこと言われたりするから、ああ、FW の、みたいなことゃ喋ることってあるけど、まあ、やっぱある程度人と人のコミュニケーションとか動画で分かりやすく伝えるときに、 うんまあ、AW って言った方がもう多分、まあ、その服ある程度好きな人たちはみんなわかると思うので、まあ、響きもいいしね、AW、FW ってより AW の方が、まあ、良かったりするから、まあ僕も AW 派になってきてるかなっていうのは、 まあ思います。本来その正式にほんと細かくいくと、その地域によってで変わってくるから、本当はいろいろあるんだけど、呼び方っていうのはね。まあでも僕はもう統括してある程度 AW って言っちゃってるから、まあプラダとかもね、本当は FW なんだけど、まあ、AW って言っちゃってたりするから、まあそんな感じですかね。はい。次。次が、服を買わず貯める月は欲しいのですが、つい買っちゃうんですけど、K さんは毎月服買いますかそうだね。服買わない月って、 っていうのは、うーんー、まあ、まあでも、年間、まあ12ヶ月の中で、2回ぐらいはあるかな。うん、あの、やっぱ、例えば動画をさ、バート作ってるのが、まあ今メインでやってるでしょ。で、まあ、その他にも、ちょこちょこっとなんかいろんなこと細かいことやってたりするんだけど、それがやっぱね、ものすごく重なる月ってあるんですよ。例えばファッションウィークドーン来て、もうファッションウィークだともう、 僕もプライベートなくなっちゃうぐらい、ばーっとなっちゃうから、でも、そこにやっぱ別な別件のさいろいろやってることのスケジュールとかもまあ入ってくるわけよ。まあ自分でも入れちゃうしさ。とかなってくると、ちょっともう買うムードとかモードじゃなくって、もう、その、単純にこう仕事に夢中になってて、あ、もう終わるわ今月みたいな時って、まあ年間に2ヶ月、3ヶ月ぐらいはあるから、その次とかは、 もう買おうと思ってても、もう頭から忘れてるみたいな時が、まああります。でも1月ね結構ね、実は、まあファッションウィークこの後来るし、他のこととかもばワーッと入ってて、結構あれなんだけど、まあ前半に、ね、その、なんだかんだ、そのディーゼルのニット買ったりとか、まあ今もちょっと、うん、あのーか、買っちゃおうかなって思ってるのあったりとか、うん、とかするから、まあ結局、もうぼちぼちっていう感じにはなっちゃうんだけど、そう、でもなんかこう重なる月とかは、まあやっぱあるね。 ああ、もうこんなに日付経ってんだ。みたいな。もうもう25日だ。うわ、もう、もうあと残り1週間ないじゃん、今月。みたいな。のとかで、でも撮影のスケジュールとかいろんなので埋まってると、もう今月は。いや、今月全然俺そもそも遊んでねえな。みたいな月はあるよ。でもまあ、やっぱそこ、そこまでじゃない月は、まあ見に行っちゃうと、もう見に行っちゃうとダメよ。 結局、うん、見に行っちゃったらもう終わりなので、何かしら欲しいもの一個生まれて帰ってくるじゃん。で、頭の中から抜けなくて、ああやっぱ買おう、みたいなとかあ、この場で見て、ああもうこれいいわ、買っちゃおう、みたいなとかやっぱ出てくるから。あと、その忙しいの乗り越えた次の月。だから、例えばじゃあ、2月、めっちゃ忙しくて何も買いませんでしたってなると、そのご褒美で3月絶対買いたくなるんだよ。そう。それでいてそういうのの繰り返しになっちゃうから、まあ月、まあ年に2回か、うん、ぐらいは買わないっていう月あるかも。 うん、ありますね。はい。そんな感じ。次、次、最後にしようかな。えー、接客を無視する人にイケてる人が一人もいない気がします。ケイさんはこれについてどう思いますかうん、まあ、その服装がイケてるイケてないというのはちょっとわかんないけど、まあ、人間としてはいけてないよね。うん。だってまあ、わかんない。これ僕の感覚ではサブだからさ、もう僕の感覚で言っちゃうけど、ずれてない接客を無視するって。まあ、もちろんその喋りかけられたくないとかって意思があるのはわかるけど、 まあでも、ね、お店というさ、そのなんか、空間の中で自分の好き放題やりたいですって、おかしい話じゃないですか。やっぱ人と人でね、買い物って生まれるし、しかも結局、レジしてもらったり、お包みしてもらったりとか、まあいろんなものが発生するんだから、なんか、その、あんまり喋りたくないっていうのはわかるけど、 まあそのせめてその挨拶とか、まあなんかあったら、じゃあ声かけますねっていうふうに返すとか、まあちょっといろいろ見させてくださいみたいな感じでちょっとはっきり言うとか、そういうコミュニケーションはね、いくら嫌でも最低限必要じゃない僕だから、いろんなお店とかではいらっしゃいますみたいなとか、ああこんにちはって言われるとやっぱああこんにちはって返すし、まあ最後とかまあ服買ってても、じゃあなんだろうな、なんかしてても、じゃあご飯食べててもそうだけど、 まあそのスタッフの方にね、あの、ごちそうさまでした、みたいな、ありがとうございました、みたいなのは、やっぱ言うじゃん。うん、なんかこの辺って、うん、普通にやるべきというか、やっぱ、ね、いい服着たりとかこだわってるんであれば、まあそういうなんか人間的な部分とかも、まあなんか別にそれが常にこうスマートにかっこよく色ってわけじゃないけど、まなんかやっぱ最低限のところまでは持ってった方が着る服も説得力出てくると思うので、 ま、例えば仮にさ、服装めちゃくちゃかっこいいけど、そういうところなんか、だらしなくて、じゃあコンビニのね、レジのスタッフさんに対してもなんか変な態度取るとか、もダサいじゃんいい服着てても。ねあの、商品渡してくれたらありがとうございますって受け取るとか、どうもみたいな。なんかそういうのって普通にやった方がいいと僕は思うので、ま、人間的な部分は間違いなくいけてないなっていうのは思いますね。そんな感じかなはい。じゃ以上にします。皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。